シッコシッコはアメリカ合衆国の医療問題をテーマとしたドキュメンタリー調の映画。監督は社会問題を扱ったドキュメンタリー作品で物議を醸すマイケル・ムーア。シッコとは狂人、変人などを意味するスラングであり、病気の病気にかかるという意味の単語、シックとかけている。作品ではマイケル・ムーアがアメリカの医療制度の問題をウェブサイトで募り、 実際に寄せられた話をもとにシュールコメディー調のドキュメンタリー展開される。作品中のマイケル・ムーアのスタンスは、よその国では当たり前のことがなぜアメリカができないのかである。2007年6月にアメリカで公開され、キューバでは医療制度の描写が事実と異なるためにカストロ政権により上映が禁止されたと報じられたが、後に訂正されている。日本では テロより怖い医療問題というキャッチコピーで同年8月25日より公開された。医療保険未加入者が約5000万人に達するアメリカでは保険会社は加入者に対してもあらゆる手段を講じて保険金の支払い拒否を行い利益を上げる営利主義一辺倒の医療保険会社や製薬会社に癒着して取り込まれた政治家という構造を暴く。 かつては民主党のヒラリー・クリントン議員がファーストレディとしての立場から公的医療を皆保険制度の整備を求めたが議会の反対により頓挫したという歴史がある。さらに医療制度に対してイギリス、フランス、カナダ、キューバなどの医療制度と対比させ保険会社に関係する女性医師からショッキングな告発があるなどこれまで公然と触れられることの少なかった。 アメリカ合衆国の医療の暗部を赤裸々に描き出している。また、本編とは別に発売された映画 DVD の特別編ではノルウェーでの取材の模様も収録されている。ムーアに限らず、ドキュメンタリー映画はしばしば自説に有利な結論を導くために不利な情報を描写しない傾向がある。同作についても以下の点で反論の余地がある。 2007年のカンヌ国際映画祭で特別招待上映された。映画撮影のため連邦政府に申請の上、キューバを訪問したが、財務省が同申請書の渡航目的記載に問題があるとして調査し、カンヌでの上映直前に同省から通告書を受け取ったことを記者会見の席で明らかにしていた。 ムーアはこれをブッシュ政権の妨害行為と断じ、フィルムを没収されないようにカナダに隠したとも言及した。アメリカ合衆国での公開では、ドキュメンタリー史上第2位の動員を得た。同時期に公開されたダイハード4.0を上回る数字であったこともあり、直後に200巻での拡大上映となった。キューバでは医師たちを対象に上映したところ、 キューバの医療制度をあからさまに歪めた描写に困惑して席を立った者もいたという。また映画内で描写されている医療サービスを受けるためには病院経営陣へのコネもしくは賄賂が必要であり、劣悪な医療サービスしか受けられない一般国民の怒りを買うことを避けるためにフィデル・カストロは公開を禁止したとイギリスの新聞のガーディアンが報道した。 しかし実際には公開禁止などされておらず、また放映も、医師だけでなく、キューバの映画館で、一般公開されていた。2010年12月21日、ガーディアンは、事実誤認があったことを認め、記事の内容を訂正した。海外での反響と比較して、日本での反響は少なく、マスコミでの報道も皆無に等しい状態であった。 一部の医師会での自主的な上映会なども行われた。しっこの DVD は日本では2008年4月4日に発売された。ありがとうございます。